乃木坂46の久保詩織が、1月27日発売の、BLT、3月号、東京ニュース通信社刊にソロ初登場。表紙&関東グラビアを飾っている。乃木坂46の3期生としてグループを牽引し、ファッション誌の専属モデル、毎週水曜日深夜1から3時に放送中の乃木坂46の冠ラジオ番組、乃木坂46のオールナイトニッポン、ANN、日本放送の2代目パーソナリティを務めるほか、NHK 大河ドラマ、どうする家康、NHK 総合にも出演するなど多岐にわたって活躍する久保。今回の撮影は多忙を極める久保に束の間のリフレッシュをしてもらえるように、冬の旅、と称し新潟へ向かった。雪が降り積もり、見渡す限り銀世界の中で、雪合戦やそり滑り、思いっきり雪にダイブしたりと無邪気に遊ぶ姿や、お茶目な表情はもちろん、たくさん遊んだ後に旅館に戻ると、その暖かさにちょっと安心した柔らかな表情など、久保の様々な飾らない表情を見ることができる。